皆さんこんにちは、フクロウです。今日は本日配信されたドラゴンブレイクというゲームのリセマラ情報をお伝えしたいと思います。こちらね、思っていた以上に映像がめちゃくちゃ綺麗ということがわかります。40秒までね、ご覧ください。正直ね、ツイッターのフォロワー数とか少ないんですが、結構面白そうだなと思いました。でね、左手で操作して右手で攻撃するっていう基本的な動きになっていて、回避とかスキルもね備わっているんですが、他のゲームと違ってですね、結構スルスル動くので、ド迫力でね、爽快感があるのかなというふうに思います。今のところね、フリーズしたりとかブラックアウトすることもなく遊べます。でまたね、必殺技とかもすごくド派手で、なかなかね、出来はいいのかなというふうに感じました。戦う時ですが、キャラとかね、武器が大事になってくるというのは、ガチャを回せばね、大体わかります。ちなみにこの戦闘は基本的に勝てるようになっていて、ここでね、若干の映像が流れます。でストアからのダウンロード時点で 1GB 以上求められるんですが、それが終わるとですね、今のような風に遊べて、でチュートリアルガチャをね、1回回すことができます。この後ですね、ちょこちょこっとチュートリアルをするとメールボックスを開けるようになるんで、それを開きます。メールボックスは左側にあります。で、全て受け取ったら石が6000個手に入るので、召喚の方に行きます。で、いろいろとね、ガチャはあるんですが、イベント1っていうのが、まあお得かなというふうに思っています。あとはですね、20連回せるので、それでね、 SSR が出るまで粘ると。で、あと何回か回したら天井で SSR が出るんで、それまでログインボーナス等々をもらって、プレイしていくっていう形になるかなというふうに思います。で、こちらのゲームね、気になる方は概要欄からダウンロードできるようになっています。